もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポータト。はいこんにちはこんばんはシャリです。はい今日はあのね7月9日に行われるウラルツタイトスサガントスのね試合の試合結果をちょっとまあ予想していこうという感じになります。 で、まあ、スタメンもね、一応予想すためにしてるんだけど、ゴールキーパーから西川、左瀬戸奥から山中、確か、牧のとデンの位置が逆、あ、一緒か、いいや、のデン、橋岡、で、ボランチがエベルトの芝トになってる。で、もしかしたら芝トが青木かもしんないね。で、また左が、 これは責任でてたから、ゆるきじゃないのかなって、ゆるき使いました。で、右サイドハーフが長さはトップがコロッケ、えー、とレオナルドになっております。で、ベンチが、えっ、ー、と、福島、岩波、岩竹って言いたいんだけど、最初岩竹はちょっといいじゃないですか。あの、個人的に、ちょっとマルティノスを使ってもらいたいと思ってね、岩竹じゃなくてマルティノスを入れました。 本当は本当だったら岩けだと思うんだけど、バ、まあ、ルティオノス入れてます。ベンチにね。で、あとは関根、杉本武藤っていうベンチにやっている。まあ、ここはまあね、まあ、適当に個人的な希望も含めたまあ予想なんでね。決めろあ決まんないか。で、まあ、トスはね。 いやなんかコロナの影響でね、まあ、コロナ感染者出ちゃったってことでちょっと出遅れてるっていうかまあこの間ね、4回目シードして始まったばっかっていうのを聞いたんだけどちゃんと4回目 C をちゃんとね3-0でね、下してるってことでいいんじゃないのまあでもやっぱいい方向に、ね、向いたね、休止期間中がまあ、それよかったんじゃないかと思う。 でもちょ、試合とかよく見てないからちょ、内容とか触れられない。まあでも、トスの注目選手は、小山松。あの、去年は結構ジェッツ見てたから、ちょ京都好きだったんだけど、あの、小山松とね、仙洞、あの、京都の両ウィング、よかったね。中いない。レオナルド、ゆるきいけよ。 で、あとね、浦和だね、今、浦和はもうどんな状況なんだていか、この間の試合セレスソにまあうまく決められて負けたと、まあちょっと心配なのは、ちょ岩竹と西川がちょっとミスってたあの、セレスソ戦の3失点目みたいなのがちょっとないか、不安。で、ああいうね、失点したらちょっと厳しいのかなと思,う思います。 であとはなんだまあ注目選手。まあでも今の裏レッツはまあ実際もなんかレオナルドとがもう点取るみたいな感じになっちゃってるからちょっと興梠さんにちょっと頑張ってもらいたい。レオナルドの相方となるね。もしかしてレオナルド出ないんじゃないかと思ってんだけどどうなんだろうね。 まあそこのところは僕はちょっと分かんないです。まあでも出なくてもまあやっぱねあんま点取れてないってことでフォワード陣に頑張ってもらいたい。まあ多分ディフェンスラインは変えないと思うから、まあ、ディフェンスはでも言ってセレッソ戦もねそんなすごい決定球みたいなのはなかったからあの2失点目以外あと山中だね山中はちょっと失点に絡んじゃってるってことでね、うん、ちょっとまあ不安ではでもセレッソ戦の失点は俺は個人的にはまあ しょうがなかったんじゃないのって思うところがあるから、まあ、今回は何が何でも質に絡まないように頑張ってもらいたいでもあとはまあ,いっぱい点まあいっぱいじゃなくていいからまあ少なくともまあ1点取ってしっかり守りきれる守備っていうのを構築してもらいたいのであとセットプレーだね山中いたりするならフリーキックとかのでも山中いたよなコーナキックがねやられて今年多分決めてない去年もあんま決めてないよね確か だからもうちょっと、ね、コーナーキックで決められるようになると楽なんじゃないかなって思いますまあそんぐらいかなでもこれ前半終わっちゃうんでシュート打って終わりにしたいけど打ってたけどブロックされた、まあ、前半は喋りながらね西川のスーパーセーブがあってよかったけどねまあでもやっぱ個人的にもレオナルドと西川が良ければいいみたいなチームになっちゃってる感じがするんだよね今のやられてて だから、そこのところしっかり喋って。あと、カウンターにが、カウンターがちょっと鋭くないよね。これかちょっとさ、この、こうやってなんか降りてきてさ、ボール受けてさ、るけど、そっからかさ、ないよね。カウンターでしかだよ。ま,ま、チーム取れないからさ、なんかボ、引いてるチーム崩すの難しいから、やっぱこのね、サイドの選手はちょっと前にどんどん走ってね。あと、ボランチもどっちかが、ちょっともうちょっと、ボールキングが落とした場合で、落として、落ちてきて持ったボールをね、 受けてこのサイド走っている精神に渡してあげたいということで僕は期待のマルティノスを入れたいと思いますとか自責に入れちゃったはいマルちゃん頑張ってあのー、ちょっとちょマルティノスは最近試合で見てないからまあでも出ないよねちょっとみたいなこと聞いたからちょ最近試合ちょっと練習出てるんでしょうまあ多分コンセスは出ないと思うけどまあ次のね来週の試合とかにちょっと出てもらいたいね であとやっぱそうね、カウンターのにするぞさんもうちょっとね、増してもらいたいんで、こうやってボール持って今のズどう設点取れないんで、あとこうやって4-4よにいよいボランチが上がってこないと、厳しい。で、まあ、あと選手一人一人,人に触れていくと、まあ西川、まあまあ、スーパーセーブ期待してます。まあね、パントキックもいいけど、やっぱキーパー止めること。 あとやっぱカウンターの規定になるね、パンタキックっていうのを持ってるから、あれはすごいことだと思うよ。攻撃面でもね、いい影響を与えてると思っております。まあとディフェンス時はまあ普通の集中して一回ミス許されないからね、もう精神論みたいなことしか言えないんだけど、あとちゃんとね、クロスだね、クロス上げられるときボールウォッチャーにならずに、ちゃんと選手、相手選手見てね、 うまく対応してもらいたいたまあでもそんなこと言ってはねあの前節セレッソ戦の徳永みたいなゴール決められたらもうあれはもうちょっと若手でも無理かもしんないからねまあそのためにやっぱ攻撃陣も頑張ってもらいたいですねおエベルドであとまあサイドハーフだねーーまあ左サイドハーフ PK ピケドロッキーマリオナルドで右上を狙いますオッケー,ーまた、あ、だね PK だねそうユルキとか関根とかドンと1対1仕掛けてファウルもらっ,もらったらもらったでねうちに山中いるから、まあ、山中のいいところを,、ね、を出せると 本当1対1仕掛けることを本当頑張ってもらいたい。で、ビキサイドハーフは、まあ、守備ももうちょっと求められるポジションでもあるし、じゃ、もうちょっとあのね、この辺の長さはま良かったと思うんだけど、やっぱ、ちょっと得点に絡むよね。ちょっとね、内側を入って、橋岡にスペースあげるよ、あげ、けるような感じでね、うまく得点に絡んでもらいたいですね。 なんだここにドリブラーとかでもね、面白いと思うんだけどね。そこはまあどうなんだろう。まあでも、時間とかまあんま使わなそうだし。やばい。オッケーオッケー。ま,ーまあでも、なければね、いずれ勝って、勝てると思うんで、本当頑張ってください。あとは本当個人的にマルティノス。すげえもっと綺麗だな、と。ちょ、入れるか。 そう杉本憲勇だねやっぱ彼が決めればもっと楽になると思うんだけどなの間のセレッソ戦のねフィリングもあれ決めもらいたかったんだけどまあほんと1点決めれば結構変わると思うんだけどねでも PK で1点決めたってあんま変わらないと思うからちゃんと流れの中で杉本憲勇やべこれは俺の対応がひどすぎる大好き西川に使われてんな 西川がね、強いからね。あとね、やっぱね、コーロキさんもやっぱレオナルドよりこちょっとさ、この間なんだっけ、橋岡がクロス上げて、なんかレオナルドがヘディングで決めた試合やったよ。あの試合も、小別戦だっけあの試合もさ、何コーロキとちょっと。 ポジション被ってたレオナルドか決めてなくてコルキーさんヘディングで決めてられてたからちょっとねやっぱかぶっちゃってるのかなゴール前っていうところではそう考えるとやっぱやべえもちっぱ武藤とかシャドーストライカー的なね感じの選手あとやっぱ柏木とかもねいや柏木右サイドハーフボランチで使えない理由は多分守備強度が低いっていうのがあると思うんだけどそれならあえて何トップ下とかで まあトップ、まあツートップの一角みたいに使ってみるのも面白いと思うけどね。まあでも、しないでしょ、どうせそういうことは。そうすればやっぱボール持っててもね、あボール持たされて持ってった方がいいね、セレッサー戦みたいに。ボール持たされてもうまく戦えるんじゃないの。あとやっぱ負けてるときとかは、柏、ま、木、あ、とくみたいな選手欲しいよね。 だシンプルに宇賀神が七に絡んじゃうから、宇賀神外せって、宇賀神じゃねえや山中だ。山中七に絡むから、山中外せっていうのもまあいいと思う、別に。でもやっぱ負けてるときは山中みたいな、今の裏は本当結構山中領オなるのみたいなところがあるから攻撃。そういうところで山中は入れるの、後半途中から入れるのとかいいと思うんだけどね。まあね、大月監督のまあ采配にもちょっとね、 楽しみにしながら、はい、試合見ていこうと思います。